この動画の冒頭では、グリム兄弟と日本の動画、そしてドイツのメルヘンにおける共通点と相違点について解説しています。本編は約4分09秒前後から始まります。動画の説明欄には目次がありますので、そちらもご確認ください。リラックスストーリーズ TV のグリム童話を視聴したことがある方は、スキップすることもおすすめです。ゆっくり見ていってね。 06世界のメルヘン童話またはおとぎ話シリーズですこんにちはリラックスストーリーズ TV です今回はグリム兄弟のメルヘンの世界を紹介しますグリム兄弟ヤーコプルートビヒカールグリムビィルヘルムカールグリムについては過去の動画世界の偉人小説家で取り上げています動画の下の説明欄に書いておきます またグリム兄弟のバッテルートヴィヒエミール・グリムは兄たちと違い大学までは進学できませんでしたがカッセルの美術学校の教授を務めるなど画家として一定の評価を得ていますもともとグリムファンたちの間でしか知られない存在でしたが第二次大戦後一般にも知られるようになりました 日本では馴染みがない物語も含まれていますのでお楽しみください日本の昔話とドイツのメルヘンの共通点と相違点日本の昔話とドイツのメルヘンにはいくつかの共通点があります例えば以下のような点が挙げられます両方とも超自然的な力や魔法動物や妖精などが登場する空想的な物語です 善悪が明確に分かれており、最後には善が報われ悪が罰せられる完全懲悪の構造を持っています交渉の文芸として古くから伝えられてきたものであり多くのバリエーションが存在しています子供だけでなく大人も楽しめる内容であり教育的な要素や社会的な批判も含まれていますただし日本の昔話とドイツのメルヘンには違いもあります 例えば、以下のような点が挙げられます。日本の昔話は日本の自然や風俗歴史や神話などに基づいて作られたものが多く日本独自の文化や価値観が反映されています一方ドイツのメルヘンは古典古代の民族女子史やギリシャ神話十字軍の従軍体験譚などヨーロッパのさまざまな文化や伝統が混ざり合って作られたものが多く 国際的な要素が多く含まれています。日本の昔話は、主に農村や山村の生活を舞台としており、人間と自然との関係や、人間同士の情や義を重視しています。一方、ドイツのメルヘンは、主に城や宮殿などの豪華な舞台を用いており、王子や姫などの貴族や、魔女や巨人などの非人間的な存在が多く登場しています。 日本の昔話は、比較的簡潔で抑制的な文体で書かれており、登場人物の感情や心理はあまり描かれません。一方、ドイツのメルヘンは、比較的詳細で感情的な文体で書かれており、登場人物の感情や心理が豊かに描かれます。以上のように、日本の童話とドイツのメルヘンは、共通点と相違点を持っています。 それぞれの文化や価値観が反映されているため、比較することで、より深く理解することができます。それぞれの童話を楽しむことで、異なる視点や価値観を学ぶことができます。それぞれの童話が持つ独自の魅力を楽しんでください。このチャンネルでは、世界の偉人や童話、また小説を切り崩すことで、人生の知恵を学ぶことができます。 この物語を最後まで見ることで、動画に込められた教訓や歴史を学び、物事の本質を理解することができるようになります。誰もが自分の人生をより充実させられるよう、知恵や学び、振り返りを配信しています。少しでも興味を持っていただけましたら、チャンネル名がわからなくなる前に、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 最後まで見ていってね。ようこそ、物語の世界へ。こんばんは。またはこんにちは。リラックスストーリーズテレビです。今から、我々は、グリム童話。勇ましい地味の仕立て屋の奥深く、魅力あふれる世界を探求する旅に出かけます。この物語が教えてくれる教訓、その文学的影響、そして文化や教育への貢献について、一緒に考えてみましょう。 最後までお付き合いいただけることを心から願っています。この物語の主人公、タテ屋は自分の能力を誇示し、自己肯定感を持つことの大切さを教えてくれます。彼は7匹のハエを一撃で倒したことを自慢し、一撃でセブンと刺繍したベルトを作ります。これを見た人々は、彼は一撃で7人も倒したのかと誤解し、タテ屋を恐れるようになります。 勇ましい一尾の仕立屋は、ブリム童話の中でも特に有名な作品で、その影響力は広範囲に及んでいます。物語は、知恵と勇気で困難を乗り越え、最終的に王様になる仕立屋の姿を描いています。そして、この物語が文化や教育に与えた貢献について考えてみましょう。勇ましい一尾の仕立屋は、子供たちに自己肯定感の重要性と、 困難を乗り越えるための知恵と勇気の必要性を教える素晴らしい教材となっています。物語の世界は無限大です。この物語の世界へ一緒に旅立ちましょう。最後までお付き合いいただけると幸いです。勇ましいちびの仕立屋。夏の朝、仕立屋の小さなアトリエで、一人の男が窓辺の作業台に座り、手元の仕事に熱中していました。 彼の指先は軽やかに動き、針と糸が布地を滑る音が静かな部屋に響き渡っていました。その時、外から女性の声が聞こえてきました。美味しいジャムよ、お安く売ってるわよ、と、通りを行き交う人々に向けて叫んでいました。その声は下手屋の耳に届き、彼は興味津々で窓から顔を出しました。こちらへどうぞおばさん。ここであなたの商品が売れるかもしれませんよと、 彼は女性を自分の店に招き入れました。女性は重いカゴを持って階段を上がり、下手屋の前に立ちました。下手屋は女性にジャムの瓶をすべて開けさせ、一つ一つを丁寧に調べました。彼は瓶を持ち上げ、色と質感を確認し、そして香りを嗅ぎました。最後に、彼は満足そうに微笑みながら言いました。おばさん、そのジャム、とても美味しそうですね。だから、 4オンス分を測ってください。4分の1ポンドでも構いませんよ。女性は、仕立屋が求めたジャムを渡しましたが、思ったよりも売れず、不機嫌にぶつぶつ言いながら去っていきました。さあ、このジャムが祝福されますように、と下手屋は願いました。そして、これを食べた私に健康と力を与えてくださいますように。彼は戸棚からパンを取り出し、半分に切り、ジャムを塗りました。 これは美味しいはずだと下手屋は言いました。でも、食べる前に、この上着を仕上げよう。彼はパンを手元に置き、縫い続けました。楽しみながら、縫い目はだんだんと大きくなりました。やがて、甘いジャムの香りが部屋中に広がり、壁にたくさんいたハエが匂いに引き寄せられ、パンに群がってきました。おい、誰がお前たちを招いたんだ、と下手屋は言い、不愉快な客たちを追い払いました。 しかし、ハエたちはドイツ語が理解できず、引き下がらず、さらに仲間を連れて戻ってきました。それでとうとう、タテヤは深い息を吸い込み、感触を起こしました。彼の手は仕事台の下の穴から布切れを取りました。待ってろよ、お前たちにやるからなと、彼の声は静かだが力強く響き渡りました。そして、彼の手は容赦なくバシッと布を打ちました。布をどけると、 七匹もの小さな生き物が静かに足を伸ばして目の前にありました。汝はそういう男か、と仕立屋は自分に問いかけました。彼は自分の勇敢さを称えざるを得ませんでした。街中にこれを知らせなくてはいけないぞ、と彼は思いました。仕立屋は急いで自分の帯を断ち切り、縫い始めました。大きな文字で、一撃で七、と刺繍しました。世界中がその話を聞くべきだぞ。 そして下手屋の心は、小羊の尻尾が風に揺れるように、喜びで軽く揺れました。彼の物語は、これから始まるばかりでした。下手屋は、自分の勇気が今の仕事場には収まりきらないと感じ、帯を巻いて世界へと足を踏み出すことを決意しました。出発前に、持っていける何かを探しましたが、古いチーズしか見つからず、それをポケットにしまいました。そして、 戸口の前でヤブに絡まっている小鳥を見つけ、それもポケットに入れてチーズと一緒にしました。さて、下手屋は道を勇敢に進みました。彼の足取りは軽く、疲れを感じることはありませんでした。道は山道に変わり、一番高いところに到着すると、力強い巨人が座って、周囲を見渡していました。小さな下手屋は勇敢に近づき、声をかけました。こんにちは。 そこで広い世界を見渡していますね。私もその世界へ向かっている途中なんです。運試しをしようと思っています。一緒に行きませんか巨人は仕立屋を見下ろし、馬鹿にしたように言いました。くずめ、この弱虫野郎。そうですかと小さな仕立屋は答え、上着のボタンを外し、巨人に帯を見せました。さあ、 私がどんな男か読んでみてください。巨人は一撃で七という言葉を読み、下手屋が男たちを倒したと思い、この小さな男を少し尊敬し始めました。巨人は下手屋を試そうと思い、手に石を取り、ぎゅっと握って水を出しました。お前もやってみろ。力があるなら、と巨人は言いました。それだけ、と下手屋は言いました。それなら子供でもできますよ、ポケットに手を入れると、 柔らかいチーズを取り出し、握り潰すと液が流れ出ました。これならどうでしょう。こっちの方が少しマシでしょ巨人は何と言ったらいいかわからず、小さな男がそんなことができるとは信じられませんでした。それで巨人は石を拾い、力強く空高く投げ上げました。石はほとんど見えなくなるほど高く上がりました。さあ、小さな友よ、お前もやってみなさい、と巨人は言いました。 見事な投げだ。だが、その石は結局また地面に戻ってきた。私は絶対に戻らないものを投げてみせるよ、と下手屋は答えました。下手屋はポケットから小鳥を取り出し、空に放ちました。小鳥は自由になり、喜びを感じながら上空へと飛んでいき、二度と戻ってきませんでした。どうだい。気に入ったかい、と下手屋は巨人に尋ねました。確かに、 お前の投げる技術は見事だ、と巨人は認めざるを得ませんでした。だが、今度はお前が物をしっかりと持てるか試してみよう。巨人は下手屋を地面に倒れている大きな樫の木のところへ連れて行きました。お前に力があるなら、この木を森から出すのを手伝ってくれ、と巨人は言いました。了解だ、と下手屋は答えました。お前は幹を肩に担げ。私は枝を持ち上げるから。 なんといっても枝が一番重いからな。巨人は幹を肩に担ぎましたが、下手屋は大枝に座っていました。後ろを振り返ることができない巨人は、決まった,たいとおまけに小さな下手屋を運ぶことになりました。後ろにいる下手屋はすっかりご機嫌で、三人の下手屋が門から馬で出て行ったという歌を口笛で吹きました。巨人は、この重い荷物を途中まで引きずっていきましたが、 もうこれ以上進めなくなり、聞いてくれ、木を落とすぞ、と叫びました。下手屋は素早く飛び降りて、今まで運んでいたふりをして両手で木をつかみ、巨人に言いました。お前はそんなに大きな体を持っていても、木を運ぶことすらできないのか。二人は一緒に進んでいき、桜んぼの木を通り過ぎるとき、巨人はよく熟した桜んぼがなっている木の一番上をつかみ、下に引き寄せ、 それを下手屋の手に渡しました。食べてみなさいと巨人は言いました。しかし小さな下手屋は木を押さえる力がなく、巨人が手を離すときは元の位置に跳ね戻り、下手屋も一緒に空へと飛ばされました。下手屋が無事に地面に戻ってきたとき、巨人は、なんだよ弱い声だも押さえる力がないのか、と言いました。力がないわけじゃないさ、と下手屋は答えました。 一撃で七つやっつけた男に、それ式は何でもないと思わないか。漁師がそこの茂みで撃っているから木を飛び越したのさ。お前できるなら、私がやったように飛んでみろ、巨人はやってみましたが、木を越えることができず、枝に引っかかったままになりました。それで今度も下手屋は上手を取りました。巨人は、お前がそんなに勇敢なものなら、我々の洞窟に来て一晩過ごしてみろ、と提案しました。 小さな仕立屋は、喜んで、と答え、巨人について行きました。洞窟に入ると、他の巨人たちは火の周りに座って、それぞれが手に一頭の焼けた羊を握って食べていました。小さな仕立屋は周囲を見回し、ここは私の仕事場よりずっと広大だな、と思いました。巨人は仕立屋にベッドを見せ、ここで横になって眠りなさい、と言いました。しかし、 そのベッドは小さな下手屋には大きすぎました。下手屋はベッドの真ん中ではなく、片隅に潜り込みました。真夜中になると、巨人は小さな下手屋が深く眠っていると思い、大きな鉄棒を取り上げ、一撃でベッドを真っ二つにしました。これであの小さなものにとどめを刺したぞ、と巨人は思いました。夜明けとともに、巨人たちは森へと入っていき、小さな下手屋のことをすっかり忘れてしまいました。 しかし、その時突然、下手屋が元気に近づいてきました。巨人たちは驚き、下手屋がみんなを倒すのではないかと恐れ、急いで逃げ出しました。小さな下手屋は、鼻先が示す方向へと勇敢に進んでいきました。長い道のりを経て、彼はついに王宮の中庭に到着しました。疲れ果てた彼は、草の上に横になり、深い眠りに落ちました。 彼がそこで眠っていると、城の人々が集まってきて、下手屋を見つめました。彼の帯に書かれている一撃で七の文字を読み、素晴らしいと人々は声を上げました。この強大な戦士が平和なこの場所で何をしているのだろう。彼はきっと力強い貴族に違いないと彼らは話しました。人々は王様のところへ行き、下手屋のことを話しました。もし戦争が起こったら、 この人は重要な役割を果たすでしょう。絶対に彼を生かせてはなりませんと彼らは自分たちの考えを伝えました。この助言は王様の心に響きました。それで王様は宮廷の一員を送り、目覚めたら下手屋に軍隊の仕事を申し入れるように命じました。死者は眠っている下手屋のそばに立ち、彼が手足を伸ばし目を開くのを待ちました。そして王様の申し出を伝えました。 そのために私はここに来たのです、と下手屋は答えました。私はいつでも王様に仕える準備ができています。それで、下手屋は大切に扱われ、特別な住居が提供されました。しかし、兵士たちは小さな下手屋を好意的には思わず、彼が千マイルも遠くにいてくれたらどんなに良いかと考えていました。最終的に何が起こるのだろうと彼らは互いに話し合いました。 もし我々が彼と争い、彼が反撃したら、一撃で七人が倒れる。我々の誰一人として彼に立ち向かうことはできないだろうと彼らは恐れました。それで、兵士たちは結論を出し、一段となって王様のもとへ行き、解雇を願い出ました。我々は一撃で七人を倒す男と一緒にいる覚悟はありませんと兵士たちは言いました。王様は、 一人のために忠実な家臣たち全員を失うことを悲しみ、下手屋を見なければよかったと後悔しました。しかし、王様は下手屋に解雇を告げませんでした。なぜなら、下手屋が王様や家臣たち全員を打ち倒し、自分を大いにつけようとするのではないかと恐れていたからです。王様は、小さな下手屋に使いを送り、次のように伝えさせました。あなたは優れた戦士だから、 一つお願いがある。この国の森には二人の巨人が住んでいて、彼らは盗みを働き、人を殺し、物を壊し、家を焼くなどして大変な害を及ぼしている。命を失う危険があるため、誰も近づけない。しかし、もしあなたがこの二人の巨人を倒し、彼らを殺すことができたら、私の一人娘を妻に与え、国の半分を持参金としてあげよう。 百人の騎馬兵も手伝うために一緒につけてあげる。小さな仕立屋は思いました。これは私のような男にとってまさに素晴らしいことだ。美しいお姫様と国の半分をもらうという申し出は、生きている間に毎日あるわけではない。そして、いいですとも、と仕立屋は答えました。すぐに巨人たちを制圧しますよ。百人の騎馬兵の手を借りなくてもやってみせます。 一撃で七つも倒す者が二人を怖がる必要はありませんからね。小さな下手屋は旅立ち、百人の騎馬兵が彼に従って行きました。森の端に到着すると、下手屋はついてきた兵士たちに向かって、ここで待機していてください。私一人ですぐに巨人たちを倒してみせます、と言いました。それから、下手屋は森の奥深くへと進んでいき、左右を注意深く見回しました。 しばらくすると、彼は二人の巨人を見つけました。二人は木の下で眠り、その大いびきは枝を上下に揺らしていました。小さな下手屋はすぐにポケットに石を詰め込み、その石を持って木に登りました。半分ほど上がったところで、彼は素早く枝を伝って、眠っている巨人のちょうど上に移動し、巨人の一人の胸に次々と石を落としました。長い間、その巨人は何も感じませんでしたが、 とうとう目が覚め、仲間をつき、なぜ私を殴るのだ、と言いました。きっとお前は夢を見ているんだろう、ともう一人が言いました。私は殴ってなんかいないよ、二人は再び眠ろうと横になりました。すると下手屋は二人目の巨人に石を投げました。何の意味だ、とその巨人が怒鳴りました。なぜ私に物を投げるのだ、と最初の巨人が歯を食いしばって答えました。 私は何も投げてなんかいない二人はしばらく口論しましたが、疲れていたので、やがて口論をやめ、再び目を閉じました。小さな下手屋は再びいたずら心を抑えきれず、大きな石を拾い上げ、全力で最初の巨人の胸に投げつけました。これは許せない、とその巨人は怒りに震え、気が触れたかのように立ち上がりました。彼は木が揺れるほどの力で仲間を木に押し付けました。しかし、 相手もまた同じように反撃しました。二人とも怒りに燃えていたので、木を引き抜いてお互いに攻撃し、長い間戦い続けました。しかし、とうとう二人は同時に力尽き、地面に倒れました。それから下手屋は木から軽やかに飛び降りました。彼らが私がいた木を引き抜かなくて、本当に運が良かった。さもなければ、私はリスのように他の木に飛び移らなければならなかった。 だが、仕立屋というものは、何と言っても機敏なのだと彼は自分に言い聞かせました。仕立屋は剣を抜き、巨人の胸をに三回突き刺しました。その後、彼は騎馬兵のところへ戻り、仕事は終わった。二人と元とどめを刺してきたが、それはなかなか大変だった。彼らは死に物狂いで木を引き抜き、それを振り回して抵抗してきた。だが、私のような男が来たからには、 それは無駄な抵抗だ。何せ、私は一撃で七人を倒すのだから、と言いました。でも、あなたは怪我をしなかったのですか、と騎馬兵たちは尋ねました。そんな心配は無用だと下手屋は答えました。彼らは私に一つの傷さえ負わせることができなかった。騎馬兵たちは下手屋の言葉を信じようとはせず、森へと馬で進みました。そこには血の海に使った巨人がいて、 その周りには引き抜かれた木が何本も散らばっていました。小さな仕立て屋は王様に対し、約束された報酬を求めました。しかし、王様はその約束を後悔し、この英雄をどうにかして手放す方法を考え出しました。私の娘と国の半分を受け取る前にと王様は仕立て屋に告げました。もう一つ、勇者としての仕事を果たしてもらわなければならない。 森には大きな害を及ぼす一角獣がうろついている。まず、それを捕まえなければならない。一角獣など、二人の巨人よりも恐ろしいものではありません。何と言っても、私は一撃で七人を倒すのですからと仕立屋は答え、縄と斧を手に取り、森へと向かいました。一緒に送られた人々には外で待つようにと指示しました。仕立屋は長い時間をかけずに一角獣を見つけました。 やがて一角獣が下手屋に向かって突進してきました。それはまるでつので彼を串刺しにしようとするかのようでした。ゆっくり、ゆっくり、そんなに急いではいけませんよと下手屋は言い、立ち止まって待ちました。そして、一角獣がすぐ近くに来た時、彼は木の陰に素早く飛び込みました。一角獣は全力で木に突進し、幹にツノを深く突き刺しましたがツノを抜くだけの力がありませんでした。 こうして一角獣は捕まったのです。さあ、小鳥を捕まえたようだとした手やはいい、木の陰から出てきました。彼は一角獣の首に縄をかけ、小野鉄の木から切り離しました。準備が整ったところで、彼は一角獣を連れて森から出て、王様のもとへと戻りました。王様はまだ約束した報酬を渡すことを躊躇し、三つ目の試練を提示しました。結婚式の前に、 あなたは森で大きな害を及ぼしているイノシシを捕まえなければならない。漁師たちも手助けをするだろうと彼は言いました。それなら問題ありませんと下手屋は答えました。それは子供の遊びのようなものですよ。下手屋は漁師たちを一緒に森へ連れて行かず、漁師たちはそのことを喜びました。なぜなら、彼らはそのイノシシに何度もひどい目に遭っており、再び同じ目に遭うことを恐れていたからです。 イノシシは下手屋を見つけ、口から泡を吹き飛ばしながら尖った牙を剥き出しにして突進してきました。しかし、素早い下手屋は近くの礼拝堂に飛び込み、すぐに窓に上がり、一飛びで再び外に出ました。イノシシは礼拝堂の中へ追いかけてきました。しかし、下手屋は外で回り込み、イノシシの後ろから扉を閉めてしまいました。たけり立ったイノシシは重すぎて不器用で、 窓から飛び出すことができず、捕まってしまいました。小さな仕立て屋はそこで漁師たちを呼び、自分が捕まえたイノシシを見せました。一方、漁師たちは王様のところへ行きました。王様は、もはや約束を守るしかなく、娘と国の半分を与えました。もし王様が目の前に立っているのがただの小さな仕立て屋であることを知っていたら、彼はさらに悔しがったことでしょう。 結婚式はとても豪華に行われましたが、喜びはほんの少しでした。そして、仕立て屋は王様になりました。しばらく経つと、若い王妃は夜に夫が夢を見て、ねえ、上着を作ってくれ。それからズボンも直してくれ。さもないと、顔を定規で叩くぞと言っているのを聞きました。それで、若い王はどのような出生だったのかがわかり、次の朝、父親に不思議なことを訴え、 ただの下手屋でしかない夫を追い出して欲しいと頼みました。王は娘を慰め、今晩、寝室の扉を開けたままにしておきなさい。そうすれば、家来を外に出して、彼が眠りについたら中に入り、彼を縛って船に乗せ、遠い世界に連れて行こうと言いました。娘はこれを聞いて納得しました。しかし、王の鎧持ちは話をすべて聞いており、若い王と親しかったので、 この陰謀を教えました。そんなことをさせるものかと小さな仕立屋は言いました。仕立屋は夜になるといつもの時間に王妃と一緒にベッドに入りました。王妃は仕立屋が眠りについたと思った時、起き上がって扉を開け、再び横になりました。小さな仕立屋は、ただ眠っているふりをして、はっきりとした声で叫び始めました。ねえ、上着を作り、ズボンをつくろってくれ。 さもないと、定規で顔を叩くぞ。私は一撃で七人を倒したんだ。巨人を二人殺し、一角銃を連れ出し、イノシシを捕まえたんだ。部屋の外に立っている者たちなど、怖がる者ではないと彼は言いました。外にいた男たちは下手屋がこういうのを聞いて、とても恐ろしくなりました。それで、亡霊の軍勢が迫ってきているかのように慌てふためき、逃げ出しました。 それ以上、誰も仕立屋に立ち向かおうとはしませんでした。そして、小さな仕立屋は、生涯を通じて王様であり続けました。いかがだったでしょうかこの動画では、勇ましいチビの仕立屋の物語を選んでみました。今あなたと私は、小さな仕立屋がどのようにして王様になったかという、驚くべき物語を見てきました。彼の勇敢さと基地に富んだ行動は、 どんな困難も乗り越えられることを示しています。あなたもきっと、この物語から多くのことを学び、感じ取ることができたのではないでしょうか。この物語の教訓として、見かけによらず、真の力は内面にあるということを学びました。小さな仕立て屋は、その身体の大きさに反して、巨大な困難に立ち向かい、それを克服することができました。これは、勇気と知恵を持って挑戦すれば、 大きなことを成し遂げることができるということを示しています。私がこの物語を通じて学んだことは、あなたの心にも響き、何か新しい視点を提供できたなら、制作者としてこれ以上の喜びはありません。あなたがこの物語を楽しんでくれたことを願っています。そして、あなた自身が人生の中で直面する困難に立ち向かう際に、この物語が力となることを願っています。 これからも様々な物語を通じて人間の心の奥深さを探求していきましょう。この物語から学ぶことを忘れずに素晴らしい一日をお過ごしください。最後まで視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。これだと思う動画がありましたらコメントで教えてくれると嬉しいです。 最後まで「リラックスストリープテレビ」を見てくれてかたじけない次回作も現在進軍中です驚き桃の木三所の木時々恐怖していただけるよう頑張っておりますチャンネル登録といいねボタンを押してくださると俺たちの励みになります。今後も皆様に心地よい時間を過ごしていただけますよう頑張って制作してまいりますので引き続き応援よろしくお願いいたすそれでは皆々様次回またお会いしようぞジャーニまた。